はい、今日はこのマインクラフトレビューします。今日ね、今冒険に来てるんで、持ち物がね、かなりパンパンなんです。まあちょっと着替えよう。ダイヤの服に、よいしょ。それで、お、よし、着替えた。剣もね、もう鉄のエンチャントの剣と、あとはダイヤモンドの剣持ってきました。で、新しいところです。この辺で一回置いてみましょう。わー、木にぶつかった。剣では土とか木は壊せないんですね。何度叩いても壊せない。とね、ここね、まあ、ここもよ、ここね、新しい島とか、これ、海がある。これ砂漠ではないんですよ。一応この砂がここに誰かが松明置いたんです。このスティーブかもわかんない。こっちに松明が、こんなところに川があって、この川はね、まあ、海につながってます。この海に、この海の近くに、この、ね、食べ物を持ってきてるから、この焼いた牛肉とか、あ、この豚肉、焼いた豚肉、エンチャントと、あとトライデント、エンチャントテーブルとか、スコップとか、クワント、ラケン、あとはツルハシ。鶏肉なんかも詰めてありますので、ベッドもね、この辺ね、これ島なのかな、周りが海だから。ちょっと新しいところに行きます。そうそう、夜になるかな。あ、なるね。ちょっと一回寝てから行きましょう。寝よう。ベッドも持ってきてるので、なんて感じですかね。木にぶつかったかな。ちょっとベッド、あれ、ベッドは作ってなかったっけ。あったあった、このベッドでここ置いて、よーし、あ、これでベッド片付けて、よいしょ、 OK。 じゃあこう引っ越せを何も受けて、うわ、あ、うわ、あれ違うか、村かと思ったら山だった。白樺の木、何だここ、何これ、ただの木か。じゃあ海の方行きます。あー、やべえやべえやべえ。下に地面があります。これ、マトウカイ。これ、ちっちゃい島みたいなのが。ここね。ここに洞窟っぽいのあんな。ここは？ここ行っちゃうとね、ちょっと出なくなる。ここは？洞窟じゃない。これ、渓谷かなんだ。これも、これも渓谷だ。落ちると危ないな。ここにも洞窟っぽいのがあったり、この辺でピラミッドあるかな。この辺でピラミッド、この辺に敵の村あったり、敵の家あったり、で、ね、エボーカーとエボーカーの家があったり、ここら辺に、ここ何だったかな、マグマ一回落ちてみる。食らわないけどね。クラッカーでもいいかな。
これほら食らわない。難易度ピースだから。マグマから出るとマグマ火とか切ってもね、火はもらえないから。まあずっと進んでいきます。なんかここなんだ。ね。あれ、あ、何水が。ラマだ。いや、まあ、うおー、でっけえ。ただ、登れるっちゃ登れっすよ。なんだっけ、これなんだ。おー、あれ、村？村だ、村がある。ちょっと降りてみよう。村人いるね。アイアンゴーレム。アイアンゴーレム、すごいつも来たことある村かもしれんな。これ猫がいる。んじゃあこの辺で、まあまた見てね。チャンネル登録はよろしくね。おりゃれれ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 れ